はい、いつもありがとうございます。今20時5分です。はい、次はパーソナルブレイクスターウォーズの、フォースの覚醒シリーズ2です。当初ね、ハズレ扱いだったキャリーフィッシャーの娘さんが今はもう150ドルとか、かなり上がってます。発売当初は15ドルぐらいがせいぜいでしただいぶ人気出てきてるんでしょうね。この後の作品、スターウォーズの作品にも出るそうなので、はい、まあ、ワンボックス今9,999円、うん、狙い目だと思います。一応ハリソン・フォードとかもいなくはないです。はい、まあ少ないんでしょうけどね。はい、まあ一発あるかなっていう商品です。ワンボックス2ヒットですね。メダルカードと何かです。だいたいメダルとサインが大多数かな。メダルとね、スケッチ、メダルかワンワンプレートみたいな感じですね。ああ、もう子供ね、ご依頼者さんのお子さんがもう期待して、オフトゥーンに入りながら、見てるということで、店長頑張ります。頑張りますけど、もう中身はどうしようもわかんないんで、ね。あと、プロダクト的にあまり期待されてもというところもあります。16は本当厳しいんでね。でもね、頑張りますよ。はい。よいしょ。店長、仕入れは強いんですけどね。はい。開封運は、お客様です。はい。仕入れ運だけです。そうですね、先ほども言いましたけど、このシリーズ2ヒットということになっておりますけど、だいたいメダルカードは1個入ってます。プラススケッチかサインかワンオブワンか、まあ、プレートもそうですけどねという感じですね。それで2ヒットです。まあスケッチもね、程度のいいものだったらいいんですけど、トルーパー白いからマッキーでラインだけ引けばいいよねっていうのは、ちょっと勘弁してくださいっていう。ね。あれですけどね。よいしょ。でもまあ、そんなに悪くはないと思います、このシリーズ。結構アンソニー・ダニエルズとか、ケニー・ベーカーもいたと思いますね。よいしょ。あと、キャリー・フィッシャーさんとかも書いてたと思います。あと、カイデル・チューイ。娘さんですね。じゃあ、1箱目です。合計6箱開けますね。あ、ここもメダルがちょっと見えてますね。メダルはまあ、うん。これ青パラです。金以下だとシリアルが入ってたりしますね。このグリーンとかは普通に入ってます。うん。で、BB8、これはステッカーですね。で、これキャラクターカード。で、これがメダルですね。350枚限定。これシルバーかな。BB8 のメダルです。こうチラッと見るんですよね。チラッとね。はい。よいしょ。これパープルですけど、まあ、うん、シリアルないです。この辺もね、パラレル。はい、この光ってるのは、箱1か2ぐらいだったかな。シリアルはないですね。金の光ってないやつがシリアル入ってたと思います。自分もよく、ね、開けたこともないんで、ちょっとわかんないですけど。グリーンとかはいっぱいあったと思うんですね。ハンソロね。あ、これがね、当初ね、全然ショープリ SSP じゃないかと言われて、101番。で、最後ね。これ100枚セットなんですけど、101と102が存在して、これ違うでしょ？ホイールじゃないでしょ？ここ文字のとこ。でもね、いっぱい出ます。一応でも弾いておきます。ね、いいシーンが多いですね。このね。
サインっぽいですね、これね。誰でしょうか。よいしょ。サインですね。サインですよ。はい、せーの。ほい。あ、スナップ。あ、いいじゃないですか。シリアルなしでスナップさん来れば。まずは、はい。まあ、やや当たり系です。はい。シリアルないとこでこれ、スナップさん来ると、まあ、全然 OK ですよ。うん。あの、ヒーローズのドラマとかにも出てます。海外ドラマ系ちょいちょい出てます。うん。この、やっぱホイール、シリアルない、これが箱2ぐらいですね。で、金ホイールとかだとシリアルが入ってくる。あ、金ホイールというか、金で光ってないやつですね。ね、レイね。なんか、トレーニングしてるせいか、ちょっと、顔がごっつくなってたような気がします。最近の画像を見るとね。よいしょ。あ、これだ。お、フィンの金だ。これです、これです。かっこいい。100シリですね。63の100。これあの、フィン好きな人、お客さん、この間あったじゃないですか。あの方、差し上げると喜ぶかも。かっこいいですね、これね。カイロレンに挑戦するけど、カイロイチに会うっていう。よいしょ。あ、これもまたフィンですね。これかっこいいですね。これポスターです。ポスターのインサート。5種類ですね。レイですね。箱1ぐらいだと思います。新しいね、映画のポスターも解禁になりましたね。かっこいいですね。ああいうポスターアートとかも、コンセプトアートの、ね、担当の方々が多分何十人っていて、一人何十作品ってこうコンセプトアートを提出して、選ばれるのはその一人ぐらい。なんですよね、うん、アーティストも大変な職業ですよね。よいしょ。はい、2箱目ですね。まあ1箱目スナップのサインでした。結構、うん、あの当たりで、うん、当たりですあの酒場系、チューン系、うん、上等ですそういう感じですから、スターウォーズも。まあ、しょっぱな BB8 のメダルと、うん、スナップのサイン。まあまあいい出だしです。これで、このシリーズ2で大当たり見たのは、大当たりっていうか、まああれですけどね。まあ、チューバッカーは2種類あるのかな。あと、アンソニー・ダニエルズの10シリーとか見てますね。101はまだ見、101のサインは見てないと思います、まだ。デュアルオート、トリプルオートも見てないです。うん。トリプルオートはこの間、あれですよね。なんだっけ。ローグワンのシリーズ2でトリプルオートお客さんね、出してね、4000ドルぐらいします。ね。だからすごいですよね。スターウォーズはね。そういう一発がありますからね。さらっと出ちゃうとこがやっぱり、出るときは出るんだな、という。感じでした。はい、2箱目です。ん、これだ。これが102。
ね、102です。ライトセーバーをね、渡すところ。これも一応弾いておきますね。あ、これポスターですね。キャリーフィッシャーですね。これ箱1ぐらいなんで弾いておきます。ルーレットみたいで面白いでしょ。うん、金パラ、レイだ。はい。これ背後からチュインってやる。チュインってやるところですね。うん、これはスケッチかな。色はなさそうだけど、あ、レイだ。これテラインさんかな。うん、確かそうだと思います。はい、レイのね、スケッチです。はい、スケッチが出ました。サインが出てスケッチですね。アーティストもこれワンキャラワンスケッチぐらい、あ、まあ構図、これあれですね、ホイールパラ、タイファイターですね。でもね、ワンキャラワン構図で1枚ぐらいにしてほしいですよ。金のメダル誰でしょう。はい、お、カイロレンの金メダルですね。26-299、これもかっこいいですね。はい、よいしょ。パラレルは青か緑かパワフルばっかりですね。それ以外は、はい、これも、あ、これもいいシーンですね。はい、これもね、カイロレン。はい、2個目終わりました。カイロレンの金メダルと、スケッチ、まあ、ロバートさんはまあ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 ぐらいですよね。ちょっと同じ構図でいくつも書いてるところがちょっとあれですけどね。あれワンキャラワン構図だったらね、おおってなるんですけどね。このプロダクト、だいたいスケッチカードは、ケースで2か3ぐらいだったような気がします。確か。発売してから、もう、どのくらい経つんだろう。まあ、映画公開した時なんでね、だいぶ経ってますんでね、ちょっと店長も忘れちゃってますけど。だいたいサインのが多かったような気がします。スケッチが2か3か。ぐらいだったような気がします。サインが8枚9枚10枚ぐらい、ワンオーバーのプレートが出なければサインが10ぐらい出たような記憶があります。ただメダルがね、箱12ヒットになってますけど、メダルが箱1確定してますんで、最近はスケッチとサインが出たりとかしますけどね、その点だけぐらいですかね。ただ最近出てるスターウォーズのプロダクトに比べたら、超ハズレオートは少ないです。はい、じゃあ、3箱目。頑張ります。ね。難し
子さんのためにちょっと頑張ります。金パラですね。また霊絡みですね。41の100、金パラ。あ、また霊ですね。ポスターカードですね。またタイファイターですね、これキラキラ。とっとっとと、なんか来てるけど、メダルですね。お、レイのメダルです。ブロンズだから通常ですけどね、レイですね、一応ね。はい。いいですね。こちら。はい。まあ、メダルは箱1。ね。確定ですからね。さあ、もう一個が何でしょうかね。あ、サインか。はい、これはどっちなんだろう。野良系ですかね。酒場系でもないし、チュイン系でもない。野良系ですかね。はい、まあしょうがないです。シリアルサインがまだないですよね。通常と2つですね、今のとこね。これホイールパラですね。これはちょっと弾いていきましょうか。構図がいいんで弾いてきました。一応もうメダルとサインが出ちゃってますんで、あ、これあれ101番、はい。ベースカードはどうします？そういえばヒット系だけ弾いておきます。一応今 DM 見ながら今開けてますけど、もう、あ、じゃあ長男さんは起きてるね。次男さんは、もう夢の中に、行ってしまわれたようで。よいしょ。よいしょ。今これ4箱目。一応6箱で、前半後半に。で、時間あれば全然後半もできるんで、その時教えていただければ。一応時間的に今日は6箱までかなっていう感じだったんですけど、もしあれだったら言っていただければ。まあ、ギリ11時ぐらいまでにできるかな。急げば。一応明日休みですけど、まあお店には出てきますんで、まあ今日は
終電に間に合えばいいです日曜日でちょっと早いんですけどね。はい、じゃあ、4箱目はい、金パラ南部くん南部くんですね、51の100です。あ、はい、ベースは覇気でということで、あ、ハンソロのポスター、さっきのホロ以上を取っとくような感じにしますね。あ、メダルが、はい、ちょうど上でした。ポーダメロンです。みんながサイン書かないかなーってポーダメロン言ってますね。入んないですね。コロですね。お、これはね、揃ってますね、メンツがね。よいしょ、よいしょ。そろそろかな。まだか。まだっすね。あ、これだ。あ、来た。はい。キャリー・フィッシャーの娘さんっすね。はい。150ドルぐらいします。ね。書いてる注意です。もうシリアルなしですよ。まだ。はい、全然。OK ですね。はい。ね、こういう方です。一応全然、シリアルなしでスナップとカイゼルですから、全然 OK ですね。マジ OK ですよ。マジいい方です。スターウォーズ開けてる人は、うん、よくわかります。シリアルなしでそこ引けてますからね。はい、5箱目。キャリー・フィッシャーさんの娘さんの書いてる注意が出ました。サインカードはこのシリーズ2にしか入っていません。他のブランドには入ってないんですよ。ね、16年結構ブランド的にはテックとかマスターアークとか出たんですけど、このシリーズ2にしか入ってない。で、2017はサインカード入ってないんです。あ、店長ナイス、ナイスいただき、ナイスいただきました。ありがとうございます。まあ1枚は欲しいとこだと思います。この先入らないかもしれないですしね。まあ、スターウォーズの作品には出てるけど、やっぱりね、エージェントの関係とか事務所の関係とかありますからね。しかも海外ドラマで今主役になってますからね。主演か。やってますからね。
これまあ5箱目です。はい、じゃあ5箱目。キンパラ、トルーパーだらけ。キンパラ、トルーパーだらけです。ちょっとカードがいっぱいになってきた。12番。こうですね。これポスターカイロレーン弾いてみます。逆さだ。こうですね。ん、ここか。サインっぽいんですね。サインっぽいです。せーの、ほい、ティード。はい、酒場系ですね。シリアル、あーでも50です。これでね、あの10シリとかあのサインでティードとか来ちゃうとね、あの悶絶もんです。店長気絶しちゃいます。これ50だったらまた全然セーフっていうところですね。50に半ソロいませんっていうところ。よいしょ。シリアル入りサインが、やっと1個ですね。はい、R2D2 ね、フォローですね。はい、あ、フィンの、トルーパースーツのメダルですね。これもあの方にいいんじゃないですか。トレードできると思います。欲しがってましたからね。トルーパーのこのスーツを着て、ヘルメット脱いでるフィンが最高だそうです。ホイール X ウィングですね。金でホイールがワンオブワンだったかな。ホイールっていうか光ってるやつね。はい、で6箱目。今んとこスケッチ1、サインが4ですね。ただスナップと、カイデル注意ですね。キャリーフィッシャーさんの娘さんですね。サインが出ました。サインシリアルなしのとこでその2人だったんで良さそうな感じはします。で今22時34分、始めたのが10時でしたっけ。10時ちょいですよね。できなくはないですね。後半も一応、お子さんが寝ちゃったらまた今度ということで。よいしょ。一応 DM でご判断いただければと思います。よいしょ。
あと3パックですかね。はい、じゃあ、6箱目です。ホイールですね。あ、サイン出ちゃった。通常ですね。はい、まあコモン落とすかね。ペティオフィーサーサニッソン、はい、サインが5枚、スケッチが1つという感じです。まあスケッチはやっぱり 2かあって3ぐらいなので、まあオッズ通りな出方ですね、やっぱね。あ、フィーのポスターですね。これもかっこいい。あとはメダルですね。やっぱワンオーバーもなかなか出ないの。金パラ。金パラ、レイですね。よいしょ。60番。あ、手帳の余力は大丈夫です。まだあのヒットポイント3ぐらい残ってます。よいしょ。大丈夫です。ヒットポイントちょっとあの、周り赤いんですけど大丈夫です。多分11時までに終われば大丈夫ですね。まあ、どうせ明日も、あの、あ、これいいパラレル。ね。メダル。お、今度はフィンが銃構えてる方ですね。よいしょ。244。ズーム中途半端ですね。3番。あ、お父様は見られてるんですか。こんばんはです。あの、店長です。はい。こういうスポーツカードのね、IT が進んで、こういう時代になりましたね。はい。で、まだ1ポイントは大丈夫なんで、残りの、6箱も開けます。前半と後半と一応分ける予定だったんですけど、時間が大丈夫そうなので、パパッとやります。はい、じゃあ6箱後半の分ですね。ちょっと時間がないかなと思って、初め6箱だけだったんですけど、後半の6箱も続けてやります。これでワンケースですね。まああとスケッチか、スケッチが1個か、サインが5個ぐらい、4つか5個ぐらいか。あとワンオーバーが出ちゃうとそれがヒット扱いになりますんで、まあそれは5ケース1個ぐらいですかね。だから多分スケッチがあと1個とサインが 4,5 枚ぐらいプラス、その1個が何かみたいな感じだと思います。お客さんであのプレートを引きまくるお客さんっていうのがいて、ワンケースでワン3つ入ってて、あの
白目向いてましたで次のケースでもまたワンオーバーばっかり弾くっていうね、どこを求めてるかというところですよね。サインを出したいのに、あープレートかみたいなとこもあるし、よいしょ、はい、今41分ですね。だからあと20分ぐらいしかないので、ちょっとスピード上げます。ボーマンプラチ、ボーマンドラフトやってた時のように、もう高速ルーレットでいきます。じゃあ行きまーす。後半です。金パラ、ポーダメロンですね。11番。フィンのポスター。メダル、キャプテンファズマのブロンズですね。いやハンソロクレーバー一番ね、ハッピーエンドなんですけどね。はい、ホイールパラ、さあどうでしょう。まだ出ない、まだ出ない、よいしょ、ああ金属っぽいただそれがサインかもしれないしね、ホイールパラサインかもしれないんでね。サインだったら本当にそこでまた全員抽選です。さあ、ここだ。これ、プレート。誰でしょう。せーの。ほい。おお、ポスターのカイロレンのプレートだ。これはいい。ポスター。ポスター、ポスター、ポスター。ポスター、カイロレンのポスター。あったあったあった。ほら、これ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 。これのプレートです。これはありなんじゃないですかね。これはシアンプレートですね。これでカードの印刷の原版ですね。で、これを、4色重ねて印刷するとこうなると。これはいいと思います。はい。これだって、あれでしょ、本当もう、プレートのチェーン系なんてもう誰も書いてつかないですからカイロレのポスターのプレートですからね、これはいいです。はい、2つ目、まあプレートが出ちゃいましたね。そのさっき言ってたもう一個が何かみたいなのがこれかなと思います。もう一個プレート来たら白目向いてくださいサイン入りだといいんですけどね、うん、まあこれでもこのプレートだったら100ドルは超えると思います。普通に これがレイだとね、もう200ぐらいは普通にいくと思いますけどね。レイのポスターだったらね、また年末の映画公開まで保持しててください。いいでしょう。プレート出ましたね。一応プレートもヒット扱いの一つになっております。
多分この残り、今残り5箱の状態ですけど、11時10分ぐらいですかね、終了予定。なるべく急ぎます。とか、あとスケッチが1個もしくは2個あれば、あと残りは3じゃないかと思います。この商品値段の割にそんなに悪くないと思います。はい、いきます。はい、102。ハリソン・フォードポスターですね。なるほど。了解しました。キンパラっすね。うん。よいしょ。はい。ホロ。あ、3やった。はい。ドクターっすね。カロライナさん。カロニアさん、シリアルないです。まだ50シリまでですもんね。50シリが1個、多分25か10かいると思いますね。よいしょ。まあでも分かんないな、スターウォーズは。当たり外れが激しいです。はい、レイのホロ。はい。ダートーさん、コロネルダートーさん、79の120。人によってやっぱり枚数が違いますね。あと4つ。もう店長の足元、今あのパックの海になってます。膝下ぐらいまでパックで埋まってます。今パーソナルブレイクで、スターウォーズのフォースの覚醒シリーズ2、こちら今8箱目ですね。ワンケースパーソナルですね。よいしょ。今のところスナップさんのサインと、キャリーフィッシャーの娘さん、カイデル注意。150ドルぐらいいくかな、出てますね。あと、ワンオブワンプレートのカイロレンのポスターのプレートが出てます。よいしょ。あとは、まあ、はい。
よいしょ。はい、じゃあ行きまーす。8箱目。はい、102。ショートプリントっつっても出ますよね。やっぱね。ホロ。ん。サインっぽいっすね。誰だろう。お、25枚限定だ。ここ、勝負の分かれ道。お願いします。お、フィン、おー、フィン来た。8-25、フィンやりました。25尻です。しかもこのトルーパーの着てるこれこの間会った人ね、めっちゃこれ欲しいっつって開けてましたよね。はい、フィンです。フィンと書いてる注意とスナップ出てます。全然 OK じゃないですかね。はい、やりました。とりあえず。でも夢は半ソロです。よいしょ。まだ10シリ。ワンワンの音出てないです。87-100。これいい、金パラです。カイロレンポスター、はい、スノークのホロ、お、ポーダメロンのシルバーですね。でもポーダメロンなのになぜかメダルがタイファイター。間違えてんのかね。はい、いやいや、まだまだこれからっすよ。10シリとワンワン出てないっすから。ワンね、10シリとワンワンの音で半ソロ、半ソロ、キャリーフィッシャー、マーク・ハミル、積もって勝ちですよ。まあ、普通だったらもう勝ちです。カイデル注意と、ね、フィン、スナップ、全然 OK です。あとは、ちょっとスケッチのいいの引きたいですね。あとは、デュアルオートとトリプルオートありますからね。あれもいいですね。あれ出たら2000ドルぐらいしますね。ローグワンのもお客さん出したやつ4000ドルでしたからね。びっくりしちゃいましたよ。それでも安い方なんですよ。もう一個いい方があって、いい方だったら7000ドルぐらいに。びっくりしちゃいました。実際売れてましたからね、それはね。よいしょ。あったあった。はい。でも25尻のフィンはいいですね。うん。十分いいです。
はい、じゃあこれが10箱目こうですね。ホロ、ああいいホイールですね。あ、スケッチだ、レイだ。またあのロバート・テラニシさんです、多分。そうっすよね。はい、だからレイと1枚目誰でしたっけ。あ、レイとレイだ、レイ2枚だ。まあキャラ的には OK ですねキャラ的には OK ですね。スケッチ2枚目が出ました。レイレイでしたね。だからスケッチは2枚目。あ、そっか、ハンソロ持ってるからマーク・ハミルかキャリー・フィッシャーでって書かれてますね。そうでした、はい、ハンソロ持ってたんですね、はいでも名前あってもいいよね。ね、金パラ、はい、よいしょ。はい、101。はい、ホイール。メダルがありますね。お、レイだ。ね、この写真いいですよね。はい、ブロンズのレイ。やっぱりレイこれね、スピーダーですよね。やっぱさっきのポーダメロンがなんでタイファイターなんでしょうね。間違えてますよね、多分ね。はい。はい。で、これ11箱目。よし、残り2つは、サインだと、サインの確率が高いかな。よいしょ。まあでももう、ね、フィンとカイデル、スナップ出てますからね。あとまあ、C3PO とか、チューバッカでも、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、言ってください全然いいですからね、今ね。よいしょよいしょよいしょ。まあ、このシリーズ2悪くないでしょ、そんなに。結構お客様に勧めてもなんか、うん、うん、みたいな感じなんですけど、実際、そんなに悪くないなーっていう印象です。まあもちろん、ハズレはね、何でもありますからね。よいしょ。はい、11箱目です。
スケッチ、しかも色付き BB8 でしょ。おお、これはいい、これいいっすね。うまいですよ。これちょっと油絵、水彩絵の具かな。これうまいっすよ。ほら、うん、この辺ちゃんとこのインクが乗ってますもん。油絵の油絵そんなに濃くはないけどって感じですね。こうやってピロピロね、いいですよこれ。はいね、息子さんにぜひ差し上げてくださいこれ。ちゃんと孫本に入れて渡した方がいいかもしれない。はい、スケッチ3つ目ですね。スケッチ3つ言いましたね。まあいいカラースケッチですから全然 OK だと思います。ホイール、フィンのポスター。はい、ポーダメロンですね。やっぱそうっすよね。あ、この LFL ですね。ルーカスフィルム、なんだっけ。ライセンスのね、会社ですよね。ライセンスっていうか、ね。あの、トップさんとかアーティストをね、スケッチカードとか仕事してると LFL に引き抜かれちゃうんですよ。とかそこから仕事が来て認められちゃうとそっちに行っちゃうんでね。だからいいアーティストはなるべく野球をやるっていうのが。セオリーになってます。はい。じゃあ12箱目。これはサインでしょう。どうでしょう。ね。プレート来たらごめんなさい。今んとこ50シリと25シリですよね。でもパラオート4枚とか出るケースとかもあるんで、まあその辺はランダムなんでしょうね。さあ、これで10シリー以下のサインが出たら全員抽選です。よいしょ。でもまあもうフィン出てるんで、ね、まあ悪くてもドンマイと言ってください。今のところだからプレートが1とスケッチですね。で、サインが7ですね。7のうちシリアル入りが2つという感じです。さあ、ラスト1箱に。どうでしょう。よいしょ。じゃあ、これからいきます。101。
サインだけど、シリアルないか。ないっすね。誰だ申し訳ございません。はい。はい。チェーンケースね。酒場系か。でも、ワーリック・デイビスさんって結構いろんな、ね、キャラクターやってます。でも、申し訳ないっす。はい。酒場系サインでした。サインが8、スケッチが3、プレートが1っていう感じでした。よいしょ。ホイールパラ。あとメダルがあります。金パラ。あれ、これまた金パラ。あ、さっきホイールでしたっけ。100の100ですね。キャリーフィッシャーのポスター、メダルがファズマ。あ、60少ないですね。金で、さっき百何十とかありましたもんね。60です。人によって枚数は違いますね。人気ないところは少ないのかもしれないです。はい、これでおしまいかな。ホロが1個ありました。はい、終わりました。まあ、ザザザザっとやっときます。はい、じゃあ、サイン、まあ、ヒット系、メダル以外ですね。これがキャリー・フィッシャーさんの娘さんですね。今150ドルぐらいいきます。これ50シリ人気が出てきたんですよね。で、プレートが一つ出ましたけど、カイロ・レイのポスターだったんで、これはありだと思います。あとサインのあたりでフィンでしょ。25シリ8番。あとスケッチは3つ出ました。寺西さんだと思いますね。ロバートさんね。で、これは油絵調でちょっとデコボコしていいですね。これカラーリングがいいです。あとシリアルなしのサインでスナップさんとか出てますんで、全然 OK だと思います。はい。じゃあ、まずスケッチはこの3枚でした。まあ、レイとレイと BB8 だったら、OK ですね。はい。はい。そうですね。まあ、でも、フィンの50とスナップ
これ大きいと思います。カイロレのポスターのプレート。うん、カイデル出てますからね。ね、これ3人だけでも全然いいと思う。全然じゃなくて全然いいと思います。ね。はい。1,2,3,4,5,6,7。8,9,10,11。あ、もう一個あとあっちか。はい。ですね。こういう感じです。はい。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。定刻通りです。はい。ありがとうございました。